日本はぬるくないという話じゃなくて、皆さんがぬるくなくやってるって話だと思うんですよ。はいはい、そうだね。だから日本だけで見たら、私は全然そのぬるくやりやすい、むしろ環境になってるなと思っていて、うん、私こうずっと起業してるのですごくストイックに見られやすいんですけど、うん、基本的にはこう堕落した人間なんですよ。そういった時にどうするかっていうと、こうもう基本的に自分の場合締め切りをガンガン切っちゃう、うんうん、やらざるを得ない状況にこう追い込むみたいな感じに自分はしてて、僕は修羅場がすごい好きなんですよ。なんかこう会社が結構厳しい局面とかになると、おっしゃ俺の出番だって思うんですよね。でその修羅場を自分でこう作り出して、その修羅場によってこう自分をこうアップデートして、すごい成長してくれたなっていう感覚がすごいあるので、まずはじめに日本の働き方はぬるいのかについて皆さんのお考えを見ていきましょう。お手元のボードを上げください。どうぞ。果たして何なのかと。おお、あ、なんかバラバラかもですね。はい、はい、まずぬるくない、なぜがないですね。うん、大橋さんがぬるくないがもっとやれるケース多い。うん、はい、山内さんの、自分ではできないことを、うん、早川さんが首しづらい分ぬるくもやれちゃうということです。うん、なるほど、ね。はい、嬉しいのは若者が集まった会って漢字が少ないんですよ。でもその漢字が少ない分、うん、ひらがなっていろんな意味があるじゃないですか。うん、なんかそういうのがあって今今日っぽくていいですね。今日っぽいですね。漢字ってなんか一択な感じがして、うん、なんかすごいいろんなここがなんか今世代な感じがして、すごい気持ちいいな。さあ行きましょう。はい、じゃあまずはぬるくない、うん、なぜがないと。なぜがない、これはどういうことなんですか。結構その若者が今そういう会社とかでそのぬるいぬるくないみたいな話があるんですけれども、そもそもなんかなぜぬるいのかとか、なんかそういうところまで深く考えられる人って少ないなと思っていて、結構その学校教育とかもいろんな校則とかで裏校則とかもあったりすると思うんですけど、なんかそれを受け入れてしまってる人がすごい多くて、なぜこの校則なんだろうとか、なぜぬるいんだろうとかっていうところをなんかもう少し考えていってほしいなっていうのはありますね。でもずっと思ってました。やっぱなぜか、ずっと思いましたね。はい、結構もういろんなところでずっとなぜなぜって繰り返すことで、やっぱりなんか深掘りしていくじゃないですけれども、でも全然それこそ自分が学生の時とかってもう台風来てまだコロナ来る前だったので、なんかもうこんだけ台風なのにみんな出社してるみたいな、え、なんでみたいなところだったんですよ。僕からしたらそれがなんでっていうところだったのが、今逆に言うともうぬるい、なぜみたいなところで、なんか気づいたらぬるくなってるみたいな、もう全然なんかもうそこに対してみんなもっとなぜなぜって考えていってほしいなっていうのは思いますね。このなぜ議論って子どものなんでと哲学的なホワイトはちょっと違うじゃないですか。でもその両方ともなんかなんでなんでっていうとちっちゃい子みたいな感じがするじゃないですか。え、なんで勉強するの、なんで死ぬの、なんで結婚するのみたいな。でもこれがいつの間にかなくなってますよね。いや、僕もずっとなんでばっかり言って教室から出されてたんですよ。あ、授業の邪魔をするって。でもまあ本当これですよね。なぜがない、これはなぜを持った方がいいってことですよね。なぜを持った方がいいと思います。で、持った上でどうすればいいですかね。持った上でなんかトヨタの5Y4 みたいなのがあるんですけど、なんかなぜを5回突き詰めていくとその中に最終的に結果が出るみたいなのがあって、なんかそういったところでなんかニワトリ卵論じゃなくて、ちゃんとなんか最終的になぜっていう理由をちゃんと理解してるかどうかっていうところで、なんか上辺だけのそれこそなぜなのかと、ちゃんと理由が分かった上で考えるのかって結構全然違うなっていうのは思いますね。なるほど、すごいね。なぜ5回言えば、確かにね、なぜ5回言えば答えが出なくても近づきますよね。うん、はあ、面白い。質問しまくる、ね、ぬるくねえぞと、なぜがないだけだと。じゃあ同じくそのまま、うん、じゃあ大橋さん行きましょうか。はい、ぬるくないと思います。ぬるくないんですけど、なんかそのこう ビジネスとか事業の在り方とか難しさとかが変わったり、やり方が変わったりとか、あとはその働き方のリモートワークとか変化がある中で、なんかそのこう やり抜き方を知らないというか、熱いやり方を知りきれてないケースみたいなのはこうあるかなとは思います。はあ、そのもっとやれるケースはどうすれば解消できそうなんですかね。そうですね、なんかやっぱりこう自分が一緒に働いてて、まあ、尊敬してる人でもこうチームメイトでもいいと思うんですけど、こうその人をしっかり観察したりとか、あとは結構こう自分からいろいろ聞きに行ったりとかこうしたり、まあ、特にやっぱでもリモートワークだと本当にこう雑談的なコミュニケーションとか、なんかこう遅くまであの席でこう頑張ってる同僚とか見る機会なかったりとか、悔しそうな顔とか 見ないじゃないですか。なんかそういうのすごいあるんで、こういかにコミュニケーション取っていくかみたいなのは結構重要かなとは思います。本当リモートはね、あの過去の想像の遺産で食ってますからね。うんうん、こうやったらこうして笑ってんだろうなと想定してやってますからね。
これはさすがにもう2年はもう目いっぱいですよね、うんうん、もっとやれるケースでどういう、はい、例えば具体的にと。そうですね、例えばそれこそあの先ほどこうおっしゃってたこうなぜってこうもっと問い続けるとかもそうですけど、なんかこうやっぱり自分でこうなんかできたとか終わったとか思ってもなんかその全然終わってないケースとか、自分よりできる人にフィードバックもらうとか穴ぼこだらけだったりとかすると思うんですよね。で、そのそういうこうなんかこう本当はもっとやりきれたりとかしたのにこうやっぱりコミュニケーションとかがどうしても希薄化していく中で、本当だもともとだったらもっと得られたフィードバックもらえたりとかがこうもらいにくかったり、自分で気づけたところが気づけなくなっちゃってたりとかすると思うんで、こうなんかやっぱりこうなぜがすごい分かりやすかったと思うんですけど、うん、もっと考え抜くとかもっとトライアンドエラー繰り返すみたいなのがこうやり抜くっていう部分かな、うん、年齢やキャリアが上の人たちがちょっと甘やかしすぎだよっていう気もします。なんかなんでかというと僕ら世代が何かをすると、うん、今もうね AD さんが一番偉いんですよテレビ局では、うん、AD さんが一番先に帰っちゃうんですね、うん、で最後プロデューサーが弁当配ってるんですよね、うん、そ最終的に、うん、なんか若い子すぐ辞めちゃうからって勝手に思い込んでる。それはただ単に個別論でそんなことはねえぞってことですよね。もっとそうですね、突き詰めたい人は突き詰めたいはずだよっていう、あと働き方改革もあるかもしれない、時間の制限も、ね、ありますよね、うん、伝え方難しいのとその人間関係あんまない中での伝え方とか、ね、そもそも伝えるの難しいケースと、あとはその時間ないからしっかり伝えられないケースとかいろいろありますよね。すごいなんか至極まっとうなことですよね、はい、コミュニケーションに時間かけないと無理だよって話ですもんね、うんうんうん、当たり前なんだけどなんか改めて確かにと思いますよね。コミュニケーションねできる言いましたけど、リモートでね場がなかったりとか、なんかもっと深掘れるケースがあんまりなくなってるかもしれないですね、うん、帰り道反省したりとかこうするじゃないですか、ね、なんかねあなんかななんて言いながらね、うん、うちったりね、ああいうので必要は必要確かに、はい、はい、続いて山内さんは、はい、はノーですね、ぬるくないと、ぬるかねえぞと、はい、なんか一人ではできないことって書いたんですけど、これ実は僕らの会社の重要なバリューの一つで、一人ではできないことをしようっていうのが行動指針にあるんですけど、これはなんかどういうことかっていうと、なんかまあせっかくこう会社として集まっているからこそこう刺激をいろんなところで受けてほしいなっていう、でその中で刺激を受けて自分もなんかその一人ではできないことをするような仕事の仕方をしていくと、まあ、どんどんこうぬるくなくなっていくよねみたいなところがあって、それをちょっと持ってきてみました。なるほどね、はい、なんか何のために会社入るのって話ですよね。そうですね、なんかそこに行ってもまた個人でやってるってただの集まりじゃんっていうね。そうなんですよね、それだったらもうフリーランスでいいですよねっていう、確かに、なのでせっかくみんなが集まっていろんな才能が集まってるんだから刺激し合って、あのいろんなことをしてこうぜっていうのがここにあの詰まってるかなと思います。そうか、だからあのじゃあぬるいって言ってる人はじゃあそこがうまいことできてないから。そうですね、刺激をすることもできてないし刺激を受けることもできてないんじゃないかなっていうのをちょっと思ったりします。なるほどね、刺激って何が一番多いですか。まあ、なんかこう僕はポジションを取ることって結構言うんですけど、自分の立場とか自分の考え方をこう明確にして声高にこう叫んでいくというか、なるほど、ことがものすごく大事かなと思っていて、だからなんか日本の学校教育でこう多数決を重要視するのをどんどんやめた方がいいと思っていて、なんかどちらかというとその自分がちゃんとオーナーシップを持ってやり遂げますって言ってる人に任せた方が大体の物事ってうまくいくかなと思っていて、なのでそういう、こう物事の決め方とか進め方とかが結構なんだろう、この一人ではできないことっていうところでのこう刺激みたいなところなのかなと思ったりします。確かにね、日本のこの民主制ってちょっと歪んでますからね。そうですね、ちょっとやっぱ戦後 の, あのいろんな方法から、ね、混ざっちゃって、うん、はいはい、勝たない民主制ですからね、これはね。そうですね、うん、他国を潰さない民主制、確かにね、一人ではできないことを勝ちやっていこうと、はい、さあ来ましたよ、太い字でもに、はい、書いてますよ、クビってしづらい分、はい、ぬるくんもやれちゃう、はい、あの、うん、皆さんぬるくないって今回、ね、おっしゃってますけど、はい、私がまだ日本はぬるくないという話じゃなくて、皆さんがぬるくなくやってるって話だと思うんですよ。そうだね、なんか日本だけで見たら私は全然そのぬるくやりやすいむしろ環境になってるなと思っていて、うん、なんで特にその雇用の仕組み的にやっぱり経営者としてこうやってるとどうしてもそのクビにしづらいっていうのはすごく仕組み的にあると思うんですね。でそうなった時に正直こういわゆるこう窓際みたいな話もありますけど、こうなんとなくやっててもそれなりにまあお給料もらえちゃうって部分で、そういった意味ですごくぬるくもやれてしまう、うん、でかつ